人形町のラーメン屋、稲瀬でラーメン食べました。人形町にね、稲瀬っていうラーメン屋があるんですよで。なんか一応家系っていう区切りらしいんですけど、まあなんかどうなのかな。自分はちょっとラーメンショップ風味を味わいたい時によく行ってます。で、店前こんな感じで、ゴールデンウィーク中は通常営業とか書いてます。 で壁にはね一面にいろんな注意書きとかメニューは買ってあって、まあ、水セルフサービスですとか麺ゆでのに時間がかかりますよとか書いてます,チャ,す、はい、チャーシュー麺720円を今回は頼みましたまあこんな感じ大きいチャーシューがあーって乗ってますねピントがのりに当たってしまいましたねで早速食べていきますでスープがね まあ確かにあのー、まあ家系といえば家系なんだけど、もうちょっと薄、あっさりした感じで、で、あのー、よりなんというかまあしつこいようですが、ラーメンショップ風味を思い出してしまうというか、まあそんな味ですね。麺は結構硬めで、あの、コシがあります。まあ柔らかめとか頼んだらやってくれるのかなちょっとわかりませんけど、メニューにはちょっと見えなかったんで。まあ、割と硬めで、あの、歯応えあって美味しいですね。 メニューはいろいろたくさんあって、基本のラーメンが500円でてい安いんですよ。ネギラーメン680円とか、えー、チャーシュー麺が720円とか、まあ、いろいろ種類があります。トッピングも充実しょってチャーシューとかね、えーまあ、いろいろ、あのー、リストに上がってます。で、この裏目にね、酒のメニュー書いてあるんですけど、これがまたあの、目に毒ですよね、昼間からね。もう、隣に来た人も、あの、いきなり生中とか注文しとって、も自分も頼もうかなと思ってましたね、もう。 あのマスクしてるから、まあ、酒飲んだってもちょっとわからんのちゃうかってね、まあ思いましたけど、飲みませんでしたけどね。で、チャーシューがこんな感じで、大きいチャーシューで。で、結構肉質がね、あの、カシってしてて、なんか歯ごたえいい感じなんですけど、ネットで調べると、肩ロースの煮豚って書いてあったんですけど、肩ロースの煮豚、煮たらもうちょっとホロホロってなってくると思うんですけどね。なんか、桃、ハムみたいな感じの、えー、歯ごたえの。 割と好き系ですけどね。こういうチャーシューも好きです。で、あの、ちょっとなんか神経質にも吹いてますけど、結構ね、飛び散る。麺が太いからビリビリで飛び散るんですね。汁がね。で、お客さんはどんどん入ってきます。まあ、まあ、なかなかの人気店ですよね。結構美味しいですからね。で、ずるずる食べていきます。 いやなんかね、これ思い出してもまた食べたくなってきましたねうんええなね海苔もねなんかいい感じですねまあ、あの家系といえば海苔とほうれん草っていう感じですけどまあそこはちょっともう忠実にであの左上に出てきたのがこれあのラーメンショップのネギラーメンですね、まあ、あの青白い丼がねなんとなくこうそれを感じさせるっていうか これを見てなんかラーメンショップっぽいなって思う。でラーメンショップって関東のラーメンチェーン店てやつを、まあ、関東の人は思ってると思うんですけど、まあ、愛媛県にはこのぐらいたくさんラーメンショップがあってなので愛媛県の人はラーメンショップって愛媛のラーメンチェーンって思ってる人多いと思うんですよね。で私、 出張で東京来た時にね羽田空港の近くで初めてラーメンショップ見つけて、ね、びっくりしましたか、ね、らな,なんで四国のラーメンラーメンチェーンがこの東京にあるのとか思ってびっくりしたんですけどで、まあ、これあの隣のテーブルから豆板醤持ってきて書きましたちょっと辛くしてみようかっていうねうん美味しいですもっと辛くしてもよかったんですけどまあいちいち取りに行くのもあれなんででここでまたあの ニンニク入れます、まあマスクしてるからねにんにく少々におっとっても分かりにくいですよねもうずっとマスクしといたろうかな思うんですけどねもう,もう麺も終盤に近づいてはいきましたね、まあ、結構ねあの味もさっぱりしてて食べやすいですね家系とはちょっと違う感じでこれあの、まあ、ラーメンショップつながりでこれ海山っていう西船橋にお店があるんですけどそこのネギラーメンです 海山はあのラーメンショップからられたらしいですけどねもともと家系っていうのがネットで調べるとねラーメンショップから分かれたっていう話もあって、まあ、そうするとまあ家系とラーメンショップってちょっとつながりがだいぶあんのかなっていう感じですねであのだんだん食べていくとこの人形町ラーメンというこのロゴが浮かび上がっていきます、まあ、これもなんか楽しいですよね でラーメンショップの話ばっかりしてるんですけどあの都内にねラーメンショップほんま少ないんで2軒かそぐらいしかないと思うんでまあすごいあのなんか行きたいんですよね最後のチャーシューを食べますでここね面白いんですけどあの普通こういう店で入れたら食券せるかなと思うでしょで店に入ったらね食券機なかった店の人に何々くださいってあの口頭で注文するんですね まああのこれはなかなか楽しいシステムですね。楽しいシステムで、ここはいいんですけど、あの吉野家はもういい加減、食券選した方がいいんちゃうかと思いますね。あのこの間言ってたのタブレットになってましたよね、吉野家も。まあ、あれの方がちょっと便利かなと。いちいちね、あの店の人になんかあの波の強い抱くとか頼むの、なんか面どくさいなと思うときもあるし。あ今、なんかお釣りで揉めてるみたいです。いくらだしいくらや、みたいな。 で、お店情報、稲瀬、燃える駅は人形町です。で、営業時間は10時45分から2時半とか、えらい遅いまでやってるんですけど、日曜日もやってて、まあ、23時30分まで。もうち、ちょっとね、複雑なんで、Google のお店情報を参照してください。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、おまけです。茅場町にある、ときわっていうお店で、焼き鳥丼,丼食べたんですけど、これ、あの、めっちゃうまかったです。また紹介します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も、 お願いします。